こんばんは、無表情で飲むです、ここ2週間ぐらい結構ずっと忙しくて、まあ、今日も今ちょっと疲れて帰ってきたんですけど、明日もちょっと貸し切りで、忙しいです。でも明日は、なんとかコース料理なんで、今日かなり準備ができたんで、まあ、明日は選手防衛で行けそうです。今日まだまだこれがちょっと残ってるんで、これを飲みます。よいしょ。なんかね、ちょっとあんまり水がちょっといっぱい氷が溶けちゃいましたね。でも美味しいですけど、あ、美味しい。さっきずっとお店が、大体僕は1回、満席が1回転で十分なんですけど、なんか今日、とかここしばらく、まあ、満席ってわけじゃないんですけど、一組の時とかもあるんですけど、お店が大体2回転ぐらいは絶対するんですよ。で、2回転とかすると、いや、ありがたいんですけど、ずーっと気が休まる時間がないじゃないですか。だから結構、ちょっと気を張って、疲れるんですよね。で、今日も、まあ、ちょっと前半お客さん来て、後半もお客さん来てくれて、まあ、ちょうど今日の場合はね、間があったんですけど、その間にジャンプを読むことができたんですね。僕は月曜発売の少年ジャンプを土曜日に手に入れられるんで、まあ、読んでたんですけど、今ちょっとワンピースが1ヶ月間、小田栄一郎先生が、乱視の手術を受けるそうで1ヶ月お休みなんで、ワンピースがないんでちょっと物足りなかったんですけどね、うん、で、例えば今日なんかは千夏さんっていうお客さんがいまして、千夏さんは僕の中学時代の同級生だったんですよ。で、ただ僕の時代はベビーブームの頃でもあったんで、まあ、とにかく生徒が多くて、中学校も1学年10クラスあったんですよね。なんで、その千夏さんというのは、中学生時代、なんか爽やかな広瀬すずみたいな可愛い方だったんで、僕は知ってたんですよ。ああ、なんかすげえ可愛い人だなと思って。で、中学校っていうと、オナニーを覚えた年頃なんで、まあ、よくネタになどしたりもしたんですけど、まあ、向こうは、このオタクの、青年じゃないや、オタクのなんかこう、中二病の人なんて、もう、眼中入んないんですよ。だから知らないんですよね。で、知ったのは、お店を始めてから、お客さんとして、千夏さんが来て、話をして、やっと、あ、同級生だったんだねって言われたんですね。で、僕はまあ、話をしているうちに、あ、この人、千夏さんだと思って、すぐ思い出したんですけど、まあ、あっちは僕のことを知らないわけですよ。だから同級生って言っても、同級生であって同級生じゃない、人間っていうのは、記憶に残らない限りにおいては、それは存在しないことになってるんで、まあ、存在しないんですよ。今になって知ったに過ぎないんですよ。千夏さんにとって僕は。まあそういうもんですよ、なんか。で、その千夏さんは、まあ中学時代を思い出そうじゃないかっていうことで、5年ほど前に、中学校の卒業アルバムをうちの店に持ってきたんですよね。で、あ、千夏さんだって言って、俺だっていうか、ミドランだとかなんか言って、こう、昔を懐かしんだんですけど、まあ、で、その卒業アルバムが、ミドランさん、お店に置いといてっていうことで、うちのお店にずっとその千夏さんの中学校の卒業アルバムが置かれてたんですよ。この5年間ぐらい。で、今日はまあ仕事が終わって疲れて、後片付けをしてたんですよ。で、後片付けをしていましたら、トントンって言って、千夏さんが現れたんですよね。そしたら千夏さんが、いや、今ここに来ようと思ったんだけど、もう看板が閉まってあるから、隣のお店に入ったんだけど、隣のお店で、話が盛り上がって、私のその卒業アルバムを見たいということで、ちょっと借りてっていいって、千夏さんが僕に言ってきたんですよね。で、僕はもう疲れてると顔が無表情になるんで、こうやって、はい、どうぞ持ってってくださいって言ったら、その無表情の顔が、千夏さんにとって僕はなんかちょっと不機嫌になってるように見えたらしくて、いや、もう本当、ごめんなさいね、今日はこっちに、お店に来れなくて、ちょっと看板が閉まってあったから、トナカイが消えてたからって言って、まあ、トナカイ、うちの店の前にはトナカイの電飾が光ってるんですよね。クリスマスの時出したら、ことのほかお客さんを呼べるってことが分かったんで、そのままトナカイは一年中うちのお店の前で光ってるんですよね。で、まあ、そのトナカイを、みんなはみんな鹿って言うんで、僕はいちいち、いや、それはトナカイですって言い換えるんですけど、まあいいや、それは置いといて。なんかこう、もともと千夏さんっていうのはうちの店にあまり来ないで、その隣のお店の方によく行くんですよ。でもなんかこう、あたかもうちの店に来ようと思ってたんだけど、看板が消えてたから、そっちに行っちゃった。っていう体で、なんか申し訳なさそうに僕に言ってくるんですよ。で、ほんとね、連れてきた人がね、パスタを食べたかったって言うんだけどね、とかなんか言うわけで、いや別にいいよ、それはもううちに来れる時に来てくれればいいから、今は隣のお店に行ったんだから、そっちでくつろいで言って、卒業アルバムは、はい、渡しますから、そちらで楽しんでくれって僕は思うんですけど、なんかうちの店に来なかったことをすごく申し訳なさそうに言うわけですよ。で、その申し訳なさそうに言えば言うほど、なんか、かえって、なんか僕の方が惨めになってくるんですよね。だから、なんかちょっと、下せないなぁと思いつつ。で、卒業アルバムを渡したわけですよ。それは、千夏さんの卒業アルバムなんで、千夏さんに渡していいんですけど、じゃあ、まだいるのかしら、これ見たら持ってくるからとか言うんですよ。いや、僕はそもそも看板閉まって、その電飾トナカイも閉まって、帰るとこだったんで、
ね、そのいちいちその卒業アルバムは千夏さんの卒業アルバムなんだから、あの僕のところに持ってこないでいいわけですよ。でもなんかこう持ってこようとして僕に気使ってるのが帰って、なんか僕はどんどんなんかあの惨めになってくるんですよね。その一緒にいた友達がパスタを食べたいっていうのもなんか取ってつけたような感じで、なんかすげえ下世ない思いで僕は千夏さんをアルバム持たせて送り出した後、僕はなんかこうちょっと物悲しい雰囲気で、店の電気を消して帰りましたとさっていう話です。で今日なんですけど、あのとあるスーパーに行ったんですよ。でとあるスーパー、あ、まあいいや、まずあの、なんだっけ、あの、クレヨンしんちゃんってあるじゃないですか。で、クレヨンしんちゃんの、あの、この、坊ちゃん。坊ちゃんっているじゃないですか。坊ちゃんってこう、いつもほら、鼻水を垂らしてますよね。うん。で、まあ、その話を、ちょっと念頭に置いて、あの次の話を聞いてほしいんですけど、で、僕はちょっと買い出しをするために、スーパーに行ったんですよ。あの、まあ、お店に一回、もう全部準備したつもりでお店に行ったら、なんていうかな、漂白剤がどうしても欲しかったんですよね。だから漂白剤を買いに、一回店に入ったんですけど、また出て行ったんですよね。うん。で、まあ、そのスーパーに行くと、そのスーパーの駐車場は、こんな感じなんですよ。スーパーがあります。で、こうやって、こう、駐車場が並んでて、車もかなり止まってるわけですよ。はい。で、こっちからウィーンって入って、僕は、まあ、こっちとかに止めてもいいんですけど、なんか、こっちにこう入った方が、ほら、こっちから、もうなんか切り返しとかしないで、そのままこう抜けて、買い物したらまたこっちから出ていけばいいなと思って、ここに止めたわけですよ。ね。で、ここに止めたときに、なんか、止めると同時に、なんか、くしゃみが出たんですよ。くしゃみが出て、なんかこう、坊ちゃんのように、坊ちゃん鼻からですけど、口からこう、鼻水っていうか、痰というかが、ベロンって出たんですよね。ベロンってね。こんな感じ。ベロンって出て、で、ベロンってくっついちゃったわけですよ。で、僕は車止めたんですよ。で、駐車場っていうのは得てして、この両隣とかって、例えば、買い物がするお母さんの、お母さんを待ってる、その旦那さんとかがいるじゃないですか。ね、だから僕はもう、ここ入ったと同時に、くしゃみをしてここにベローンって痰をくっつけちゃったわけですよ。で止まった後に必死でまあティッシュでこう拭ったりしたんですけど、あのそういう時隣の車とか、まあ、車入ってくると俺の車にぶつけんなよって感じで、もし車に誰かが乗っていた場合は絶対僕の方を見るわけですよ。どうしても見ちゃいますよね。そしたらそこで僕がこうくしゃみして、くしゃみからこう痰が糸を引いた痰がベローンって出て、でここにペトッとくっついてるのを両隣の車に人が乗ってたら見てるわけですよ。でね、まあ僕はまあティッシュで拭ったんですけど、もう両方の車を見る勇気がないんですよね。絶対もう両方の車の人がもし乗ってた場合、絶対僕のその失態を見てるんで、だから僕は絶対にもう本当隣の車見ないで、あのもう何事もなかったように車から出てガチャンって閉めて、でお店に向かった次第です。でだからおそらく両隣に人がいるかいないかわかんないですけど、いたとしても僕にとっては、まあ先ほどの、同じ中学校に通ってても、千夏さんにとって僕の存在っていうのはなかったわけですよ。それと同時に僕もその両隣の車に人が乗ってたとしても、僕は見ないから認識しないことにおいては、僕はここに痰をベロンってしても、あの僕だけの問題で誰もいないんですから、うん、だからまあちょっと難しい話ですけど、あの気にしないっていうことにおいて僕はあの、うん、その失態を隠し通せたっていう話です。ちょっとなんか全然今仕事から帰ってきて疲れた中であの話し出したんで、全然こういつもにも増してあの尻滅裂ですいません。でも尻滅裂の中でも全然脈絡なく話したその千夏さんの話とその、スーパーでの駐車場の話がなんかうまくテーマ的に重なったっていうのは我ながらすごいなと思うんですよね。はい、じゃあ13分になるんでこれで終わります。ではおやすみなさい。あ、最後に一杯飲みます。うん、今日は、帰りにすき家でうちの母親の今日はねなんか炭火焼き鳥丼っていうのを買ってきたんですよ。で、それを、サラダ、アサリ汁セットにしたんですよね。だからこのサラダと、アサリ汁は、僕が、この、あの、晩酌のつまみにするわけですよ。アサリ汁なんてなんかこう、しじみの力とか言って、なんか体に、いいじゃないですか。肝臓を守る。だからアサリも、結構似たような、こう、良さがあると思うんで、まあ、飲むわけですよ。はい。でも今こう開いて飲むと、また時間が経っちゃうんで、飲むよっていうことだけは報告しておきます。なんだかんだ言ってるうちに14分が過ぎて、もうすぐ15分になっちゃうんで、本当にこれで終わります。今ダイエットしてまして、ちょっとかなり痩せてきました。このまま一気に5キロぐらい減らして、今年の、国保の、健康診断に挑みたいなと思います。はい、ではおやすみなさい。